あ、遅くなってごめんね。帰りがけに取引先から連絡入っちゃって。でもなんとか面会時間には間に合ったよ。うん、今日はどんな一日だった？体調は？お腹の子はどうだった？そっか、二人とも順調みたいだね。管理入院ですって言われた時は焦ったけどさ、こうして病院にいて頻繁に看護師さんやドクターが見てくれるんだから、かえって安心だよね。あ、今日の花の写真？今日はあんまり撮れてないんだけど、見る？いいよ。はい、これね。ああ、今日は風が強かったからな。桜はだいぶ花びらが散っちゃって、道はどこもピンク色。でもまだ結構咲いてるよ。駅前の公園とか、うちの会社の近くの大通りとか。ほら、写真あるでしょ？うん。残念だけど、入院中だからね。桜は見られそうもないかな。近くで、ほら、窓からとか、見れないかなと思ってさ、看護師さんにも聞いてみたんだけど、ここの病院には桜の木はないみたいなんだよね。敷地内はもちろん、この近所にも。あるのはツツジだってさ。でもツツジが咲く頃には、ここの病院からは退院してるだろうし、子供も生まれて1ヶ月じゃないかな。やっぱさ、あれだよ。初めての子供だからさ。俺は外に出すのは心配なんだよね。うん、首が座るまではって思ってしまうんだけど。妊婦さんは大変だよな。っていうか君が大変。こんなにいろいろ我慢しなきゃいけないことが起きるなんてさ、初期の頃は想像もしてなかった。育児書通りにはいかないって話は聞いてたけど、これほどとは思わなかった。やってみたいって言ってたマタニティスイミングも、母親学級も、記念フォトも、全部諦めて我慢しなきゃいけなくなっちゃってさ、病院で安静にし続けるの、退屈だったろうし不安だったろうし、本当に大変だったと思う。頑張ってくれてありがとな。俺ね、君が入院してからさ、家の近所の氏神様と会社近くの小さな神社に毎朝参拝に行くようになったんだよ。絶対に君と子供が無事に病院を退院して家に帰ってきますようにってお祈りしてるんだよ。欠かさず毎日。びっくりだろ？まあ、うん。ご利益あるといいんだけどね。うん、あるさ。絶対ある。桜の花が何より好きな君がさ、お花見するのを我慢して小さな命を守ってるんだもん。神様だってたくさんご褒美くれるはずだよ。ね、子供がさ、予定日に生まれたとして首が座るのっていつぐらいだったっけ？4ヶ月ぐらい？そうすると、夏か。暑い時期だね。ひまわりは赤ちゃんにはきついかな。あ、じゃあ涼しくなる頃。で、10月くらい？その頃綺麗な花って何があったっけ？バラにコスモス？ダリアにコキア？あ、確かそんな遠くない場所にさ、バラ園もコスモス畑もあったよね。うん。お腹の子がさ、無事に生まれてさ、首が座って、君も体力回復した頃に見に行こうよ。3人で。春から夏に我慢して見れなかった分の花を、
家族みんなで一緒に見に行こう。うん。もう少しだよ。予定日まであと少し。休み取れたからさ。俺ずっと君のそばで立ち会うからね。うん。ふふ、ほんと。その日は一緒に頑張ろう。約束。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。いつもコメントありがとう。俺の最大の励みになってます。ラブ。